はい、どうも、じさんです。ウィッチャー3ワイルドハント続きやっていきたいと思います。今やってるクエストは、ノビグラドの仮装なんですが、まあ、トリスの、ね、お使いを一緒にやってます。どこへ行く気？倉庫の仕事は待ってくれないのよ。ぬずいといの罠を、あ、外中じゃなくて準備はまだだ。そうか、ん、中でいいんだよね。待ってね、今ウィッチャーの感覚使ってるから。ここが良さそうだ。気に食わんやつだな。ブランドンのこと？私もよ、太りすぎてる。それには同意する。だが違う、ネギロードしなかっただろう。本当にネズミが嫌なんじゃない？トリス、彼は商人だ。値段交渉で生計を立ててる。そんな心配をしてたら、とうに飢え死にしてるわ。はいよ。トリスできたよ。穴は全部塞いだようだ。いいわ。じゃあこれから魔術で火をつけるわよ。こう立ったら話しましょう。何？何？あとはあいつらが逃げるのを待つだけ。面白い手法だ。ネズミにはいい思い出がない。確かに昔真っ暗闇の中でネズミにフォークを当てたことがある。ウィッチャーの力を見せようとしてな。我ながら見事だったよ。でも誰も見てなかったんだ。真っ暗だから当たり前さところでネズミ捕りなんてやってる私どう思う？かつてはテメリア王の相談役だったのに。無事で元気なのを見れて嬉しいよ。それに許す気になれた。再会するのが不安だった。辛い結果になるだけじゃないかって。お互い言うべきことは半年前に全て言ったでしょ。蒸し返したくはないわ。蒸し返すんじゃない。ただ口で言うのとそれを実行するのとは別の話だ。私たちは友達でいると約束した。それだけは変わらない。それでイェネファーはどうしてる？なぜ見つけたとわかる？質問に答えてない。元気なの？まあ元気だ。元気だ。よかったわ。具体的に聞きたいのか？いいの、もう分かったから。すごいネズミの数だな。おや、お二人さん、働く代わりにおしゃべりに夢中かね。仕事は済んだわ。ゲラルト、あの人たちは？言われなくても分かってる。魔術師や魔女を見かけたら知らせてくれって頼まれてる。友人の頼みを断るのは苦しくてね。あなたはゲラルト。最初から臭かった。そんなに鼻が利くなら逃げられるうちに逃げておけばよかったな。逃げることなどないさ。要求を言うぞ。金を払い部下を追い出せ。五体満足なうちになる。バカを言うな。金を払うために女魔術師を雇ったわけじゃない。忠告してやろう、化け物め。関係ないことに首を突っ込むな。忠告には感謝するが、それは無理だな。さて、話は終わりだ。好きにしろ。ただし、黙って見過ごしはせんぞ。もうおしゃべりは十分だ。そうだな。どちらも生きては返さない。ああ。お金。殺してやる！前にもらったかよかったよ。目標側からせろ！お
なんだ。元から私に報酬を払うつもりなんてなかったんだわ。そうだね。あなたがいなかったらブランドンを探さなくちゃ。倍の値段もらってもいいんじゃない？二人で働いたし。さないでくれ。違うんだ。あれは無理やり自宅と倉庫に火をつけると言われて。ウィッチハンターは血も涙もない奴らだ。許してくれ。好きで人殺しになったわけじゃない。今すぐ殺してやりたいが、死体になれば喜ぶのはカモメぐらいだ。生きたきゃ倍の額を支払え。わかった。払うよ。もう行け。ありがとうゲラルト。いえいえ。いいんだ。いいんだ。手を貸せてよかった。ねえ、考えてたんだけど、シリについて知ってる人、ひらめいたの。町に夢美術師がいる。コリンヌ・ティリーよ。有能らしいわ。夢美術師の能力を信頼したことはない。コリンヌには実績があるの。試す価値はあるわ。魚市場とは反対方向。運河沿いを進んで、最初の橋の近く。家の持ち主デヨンキアは裕福な銀行家よ。一緒に来ないのか。ちょっと用事があるの。そっか。またネズミ退治か。同じぐらい気が進まない仕事。こんな時だから仕方ないけど。会えてよかったよ。久々に会えてよかった。私もよ、ゲラルト。もう行った方がいいわ。コリンヌがどこかに隠れる前に。君に会いたい時は。魚市場の近く、ビッツに住んでるわ。近くまで来たら寄ってよね。分かった。またな。ありがとう。はい。夢美術師を探すということで、なんとかなりましたね。夢のノビグラド。そうですな。じゃあ次どこ行こっかな。貴重なカードを手に入れるっていうのができなくなっちゃったね。男爵死んじゃったから。一応7なんで、ノビグラドに行こうかな。夢見魔術師ね。おいお前、息の色をするわ。どうすりゃ。これと、家の入り方がわからん。あ、入らんでもよかった。通りかかっただけか、それとも具体的に何かお探しか。あんたはルドルフ・デヨンキアだ。デヨンキア家の一人だ。祖先がこの町の基礎を築いた。今では最大の銀行を所有している。自慢話はいらない。名前だけで十分だろ。父はよくこう言った。みんなにお前の価値を知らしめなさいとね。コリンヌを探している。コリンヌ・ティリーを探してる。では正しい場所に来たな。コリンヌは中だ。ここ何日かこの家の過去を夢で見ている。どうして。なぜ自分の家の過去を調べてるんだ。歴史家か何かか。最近この土地を買ったのだ。かなりの高額でな。そのすぐ後に騒ぎがあった。それでここが幽霊屋敷ではないかと怖くなった。どんな現象が。ああ、いろいろだ。夜中のクスクス笑い、屋根裏で動き回る家具、さらに先週は、信じないだろうが、応接まで人糞を見つけた。誰かいるんじゃない。中で何が起きているか興味ないのか。
その目で見たらどうか。私は銀行家だ。呪われた家は恐ろしい。幽霊が資産価値に与える影響がわかるか。それにコリンヌに邪魔しないよう頼まれたんだ。中入っちゃダメ。中に入って様子を見たい。普段なら他人に家を物色させたりはしない。だがその件、ウィッチャーだな。入っていい。気まぐれだと思え。ありがとう。我々はすでに黒の体に依存している。失礼します。この辺のもん取ったら怒られるかな。今のうちだと思って取っとこうか。本当だね、誰かが笑ってるわ。笑ってる。それを置いて血をこぼさないで、お願い。何か言ってますね。ダメ、あっちへ行って。やめて、触らないで。なんかうなされてね。なんだここ。こっちじゃないのか。この向こうにいる。あれ？こっちじゃない。え、どこにいるの？それを置いて血をこぼさないで、お願い。え、どっかいる？ダメ、あっちへ行って。やめて、触らないで。なに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 、怖い怖い怖い。それを置いて血をこぼさないで、お願い。え、ダメ、あっちへ行って。やめて、触らないで。はええ、どういうこと、どういうこと。2階への道があったりし、それを置いて。あ、あるじゃん、あるじゃん。そしたら2階があるじゃん。待って、あそこ、あさってない。あ、違うんかい。2階がある、2階が。びっくりした、もう。わおわおわお。どこ行った？ジョニーと同じ人種じゃないのか。起きろ、それはただの夢だ。起きろ。大丈夫か。屋根裏の人形。人形。よし、
次は屋根裏を調べよう。それを置いて、血をこぼさないで、お願い。めっちゃ手癖悪いけど。やめて、触らないで。こっちから来たから。臨死生の道が塞がれてる。あの子が塞いだのかな。何で塞いであんのこれ。こんなもんで塞いだってすぐ取れますよ。ゆりかごの絵。ほう、ゆりかごの絵。なんだ、子供の虐待でもあったのかな。あ、さすがにもう何も持てなくなっちゃったね。人形あった。人形か。絵の中ではゆりかごに横たわっていた。それを探すとしよう。ゆりかご、ゆりかご、ゆりかご。この部屋にはなさそうかな。そうだね。ゆりかご屋根裏にはないような。そらさすがに。よいしょ。それを置いて、血をこぼさないで。ゆりかご。ゆりかごね。あ、いててててて。一階かな。ゆりかご。暗くてよく見えないけど、ゆりかごはなさそうだぞ。地下には？地下にもないな。向こうにあったというお家でもないな。ないね。どこだどこだ。ちょっと待ってろよ、ゆりかごに入れてやるからな、おじいちゃんが。ある？ゆりかご2階かな。ダメ、あっちへ行って。やめて。こっちに部屋があるわ。あった。
置いたよ。傑作はまだ一枚。かまどと焦げた鉄格子。楽しい謎謎だな。これは地下にあったな。かまどがあった。そこに別の手がかりがあるかも。怖かった？うん、怖かったでしょ。わかるんだから。大きくて勇敢な男がちっちゃな皿を怖がるなんて最高。あ、一緒だ。その辺にしておけ。誰かを怖がらせすぎたらしっぺ返しを食うぞ。どうして私を傷つけるの？ちょっとくらい遊んだっていいじゃない。どんな遊びだ？あの女の人が眠ったらひどい悪夢を見せるの。怖い。目を覚まさないようにして。すごいでしょ？面白いでしょ？面白いな。しかし夢見術師に話がある。彼女を目覚めさせてほしい。サラはあの人を起こしたくない。サラは遊びたいの。君が危険じゃないのは分かってる。俺には君が無害なゴドリングだと分かる。だがそう思わない人もいる。なぜゴドリングだって分かるの？どうして？ねえねえ。その姿や仕草を見れば一目瞭然だ。君はゴドリングだ。お前は夢見術師に悪夢を見せ目覚めさせようとしない。なぜ彼女を苦しめる？誰も苦しめてない。怖い夢は面白いの。大きな面取りに追いかけられる夢とかね。真っ赤なトサカで。どうして幽霊屋敷に住んでるんだ？教えてあげる。実はこの家少しも取り憑かれてないの。あら。そんなふりをしてみんなにそう思わせてるだけ。誰もいなかったから引っ越してきたの。銀行の偉い人がその後にここを買った。銀行家は嫌い。一緒に住むのはもっと嫌い。だから脅かしたの。銀行家は心底怖がったぞ。いいか、彼はこの家に大金を払ったし簡単には手放さない。別の家を見つけるんだ。いやよ。いや、お断り。あら、取引しない？サラ、ノビグラドはゴドリングの住む場所じゃない。だが住みたいならお前の勝手だ。だから取引しよう。取引？どんな？夢見術師から手を引け。引き換えに銀行家には家が呪われてるという。それを解く手段もないとな。本当に？彼が信じなかったらどうするの？俺はウィッチャーだ。奴は信じる。そうしてくれればお友達を困らせないって約束する。少しもよ。すごく親切なのね。めったに言われないがありがとう。じゃあお寝坊さんを起こしてきて。止めないわ。起きるはずよ。ジョニーがねいたのでゴドリング、ちょっとあんまり邪険にしたくないんです。2階だね。あ、起きてるじゃん。おはよう。あなたは？トリスメリゴールドからの使いだ。はあ、ひどい悪夢。この家の過去を夢で見るはずだったのに。代わりに見たのは家具。私を飲み込もうとする飢えた家具。バカみたいに聞こえるでしょうけど、でも夢の中ではまるで現実みたいに苦しんだわ。ゴドリングの仕業だ。幽霊屋敷だと人々に信じ込ませていた。しかもちょっとした冗談を君の夢に吹き込んだ。起こしてくれたのね。運が良かったわ。ウィッチャー流で対処したんだ。ありがとう。本当にひどい夢だったわ。お礼の方法はある？あるぞ。ノビグラドで目撃された若い娘を探してる。きっと手伝えるわ。でもまず頭を整理しなきゃ。
おかしな夢のせいで蜘蛛の巣だらけみたい。ゴールデンスタージョンに来て、部屋を借りてるの。わかった、そこで会おう。よし。ティアノ男爵にはこのうち呪われちゃってるから住めないよって言ってあげなきゃいけないのね。もう、あれ？どっから出るんだ？あ、ここだな。よいしょ。その2。コリンヌが出てきたが話してくれなかった。問題は解決したのか、それとも逆か。両方だ。悪魔がコリンヌに取り付いていた。彼女は解放したが、家はまだ取り憑かれてる。コリンヌはこの家の過去を見たのか。ああ、かなりおぞましいものだったようだが、話すのを拒んだ。とても人が住める場所じゃない。あれだけのクラウンを払って、まあいい、金ならいくらでもあるからな。その2本目の剣は予備なのかな。違います、違います。よし、じゃあ、まあこんな感じで今回は終わりにしましょうかね。次は、女夢水寿司さんにシリのお話を聞きに行くっていうところでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。